ホールに応援団の勇壮な声が響きます。南会津町で夏季合宿を行っていた法政大学応援団が合宿への感謝を込め成果発表を行い、福島にエールを送りました。法政大学は8月18日から大倉スキー場地内のホテルリゾートイン大倉で合宿を行い、練習を重ねてきました。応援団はリーダー部、吹奏楽部、チアリーディング部の3つの部から構成され、団員はおよそ120人。大倉での合宿は原発事故の風評被害から2年間行われていませんでしたが、昨年の立教大学から開催されました。法政大学応援団は福島っ子を応援しようと、昨年は猪苗代町、今年は南会津と2年連続で福島県を訪れました。合宿が始まって5日目の8月22日、パチパチッと手を叩く音がスキー場の山に響きます。リーダー部の練習です。俺が目の前にいたらぶっ届け。1年生は初めての合宿、力を振り絞り手を叩き声を出します。自分、そして周りの仲間にも大きな声で気合を入れます。もう1年生なんでもいいよ、先輩言ってくれてるぞ。リーダー部全員が心を一つに、応援の基礎を何度も何度も練習し繰り返していました。練習は炎天下の中続けられていました。途中で倒れそうになる1年生、 OB がそっとサポート。大丈夫だよ、はい、出ます、すげーぞ。翌23日午前6時、全員で体操が行われていました。前日の練習で倒れそうになった1年生、この日は元気そうに参加していました。運動部ではなかった彼、応援団に入り自己実現を目標にしていました。走り込みでは波流の坂を駆け上がります。12年生、先輩や下級生を背負います。おい待ってろ、おらしゃまげてやんねえよ、待ってろ。おいおっしゃおっしゃ、おいおっしゃ、おいおっしゃ、おいおっしゃ、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 おっしゃ。先輩は下級生を厳しく指導しながら、全員がこの合宿を乗り越えてくれることを願っています。
リーダー長3年生へ言葉を伝えます。ペロで歌でもいつも言ってるように、なんだこっちこっち向いて歌うとこっち向いて歌うしっかり、なんかたまに2人こっち向いてたりするからよくわかんない、しっかり固定させる。はい、はい、みなこの合宿を乗り越えられるよう団を盛り上げます。そうです、厳しく厳しく神宮に神宮の上に垂れるように。そうですね。おー、あやれ終わりか、あやれ。この合宿が終えた後の成長に期待を寄せています。そうですね、もう1年生がもうまるっきり人が変わるぐらい成長するイベントでした。この練習に耐えると変わるんですか？もう、はい、全く変わりますね。期待したいですね。はい、そうですね。彼らは合宿で技術だけでなく横や縦のつながりが深くなることでやりがいも感じています。1年生本当もう前が見えなくて、また予想がつかなかったので本当にもう必死でもうがむしゃらにやってました。それ乗り越えると変わるんです。別にその他のことにおいてもこの合宿のことを思い出して、合宿を乗り越えたから絶対できるというふうに自信にもなったので、そうですね、もういろんなことも応援以外のことも、例えば、うん、社会人の方とつながりができたり、うん、他大学の同期ができたり、うん、交流が広くなって、うん、ゼスマンコースでございます。ゼスマンコースゼスマン。ホテルや体育館から、はい、ありがとうございました、失礼しますと大きくはっきりした声が聞こえます。リーダー部だけでなく吹奏楽部やチアリーディング部全員、練習場からは男子も女子もなく清々しい声が響きます。はい、はい、はい、最後はスランプどうでしょう、どっちですか？伸ばしね、伸ばしね、はい、どうぞ、頭からやっていいですか？はい、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 どうぞ頭からするならね、はい、はい、ワン、ツー、スリー、この俺たちにするのか、はい、はい、する間にカウント早くなるので座りやすくてください。はい、ありがとうございました。あ、やっぱ発見がノービー、オレンジ、ニア、なんだなみたいな感じになってるから、もっとしっかりと結構オレンジしっかり頭にアクセントつけるように。はい、はい、はい、夏季合宿での成果発表会が24日、お蔵入り交流館で開かれることが決定しました。町内の OB など大学関係者も成果発表のポスターを制作したりと、応援団のサポートを行いました。24日、いよいよホールでの成果発表です。はじめに法政大学 OB が応援団へ花束を贈りました。